趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。ネイビーのジャケットで、素材表地がポリエステルの 80%、 あとレイヨン 20%、 裏地がポリエステル 100%、 洗濯表示は水洗いがダメで、見える？水洗いがダメでドライクリーニングってなってます。お客様が気になるところというのはここです。わかりますか？この白い線、白いライン、わかりますね。輪染みです。汗染みでございます。こちら、もちろんこのジャケットですから中にインナーを着て、ブラウスを着てジャケットを着てらっしゃるはずですし、こんなジャケットを着て汗だくになるようなことはなさらないと思うんですけども、やっぱりですね、こうやって汗がついちゃってそのまんまにしておくとこんな風に落ちないシミになってしまうという風なことです。こちらシミ抜きで綺麗にしたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。こちらです。白い輪染みができていたんですけども、もう跡形もなく消えております。裏地も大丈夫です。はい、ありがとうございます。詳しくは、シミ抜き武田クリーニングで検索してください。